あかりつむぎのベラジ2022さあそれでは早速今回の企画に行きましょうあかりつむぎちゃんの初めてのこと教えて <laughs> さあということでございまして今からですねつむつむの初めてのエピソードをいくつか聞いていきたいと思います 初めてのまるまるという感じでいくつか聞いていきますので皆さんにねつむつむの初めてエピソードを教えていただこうと思っておりますんでよろしくお願いしますはいちなみにじゃあ一発目いきますよ、うん、初めてのつむつむの片思い、うん、これをちょっと教えていただきたいと思いますいつ頃でした <laughs> うんちょっと記憶あんまないんですけど <laughs> はい、はい、片思いうん。あこういうのが恋なのかなみたいな、えー、うたぶん多分 高校生だとはいそれはどんな相手でしたなんか、うん、クラスの、うん、クラスでみんながなんかあの人かっこいいよみたいなざわついてた人あじゃあ人気者ってことそうです多分そういう方を結構最初は好きになったんですねいやなんか気づかなくてだ、うん、どういう人がかっこいいのかとか、うん、そうでもみんながかっこいいって言ってたからあそうなんだと思って。 流されたというか、なんか、うん、あ、こういうことなんだって思ったみたいなこと、うん、じゃ。あ、意外とだから、自分の中で、じゃ、周りが騒いでなかったら、別にその人のこと好きになったりもしてなかったってこと。うん、多分、気づかなかったと思う。あ、そうなんだ。え、その片思いはどうなったんですか。え、なんか。うん。多分。両思いだったんですけど。え、ちょっと待って。<laughs> それすごくない。え、みんながだって、かっこいい、かっこいいって言ってる人と両思いだったの。<laughs> 多分。え、本当、それ。あ、そう、それで。うん。 卒業した後に、うん、なんか、同窓会みたいなのあってはいはい、みんなでね、そう再び集まる系ですよねなんか、うん、あの、告白されたんですよえ、その人にそうえ、すごっでももう好きじゃなかったから断ったすごいかっこいいな、<laughs> エピソードあ、そう、てからその時だったらもしかしたら <laughs> あ、そうそうそう,そうあ、そうなんだ、え、で、実は好きだったんだよみたいなこと言われたの あなうんなんかそうそういう感じですえそれってさちょっとは向こうも好きかもなって当時も思ってたうーんで周りがかっこいいかっこいいだからあなんかちょっと意識しちゃって、うん、みたいな感じかなるほどねいいですねじゃあ片思いのまんま終わっちゃったんだその時はねそうです日曜、はい、さあそれでは片思いはお聞きしましたんで続いてはつむつむの「初めての恋恋恋」恋。 これちょっと結ばれた的な感じの方がいいかな。結ばれた系。うん、はい。まその後ですね、うん。その後なんだ。うん、うん。それはどういう相手？どういう相手？うん、あのー、バイト先の人です。ほう。つむつむがバイトしてたんだ。<laughs> してね。おお、うん。なんですか。初めてのバイトなんですか。<laughs> ファーストフード店。ええー、そうなんだ。えホール？ホール？<laughs> ールうん。<何>なん あ、中じゃない。接客。あ、じゃ、ホールじゃないですか。あ、そうなの意外ですね。そこで出会った人。うん、そうです。うん。それは、先輩。とか、年上。そう。年上の人。どのくらい年上だったんですか?。いわかんない、覚えてない。五歳ぐらいはですかね、たぶん。じゃあ、もう大人の人だ言ったら。うん。社員さんってこと?。いや、あの、フリーター。 すごいねあじゃあその人と結ばれて言ったら、はい、それはもう言ったらどっっちから好きになったのあ,あっちですあそうなんだ、はい、そもそもでてあんまりこうどっちかっていうと自分から好きになるのはあんまりない、うん、あ昔はなかったですねん、ま、うん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 でその時は向こうから言ってきてくれてうん、うん、でちょっと気になってそう,うん、うん、なんか断ったんですけど、うん、なんかバイト先の人たちに言いくらめられて、うん <laughs> <laughs> 結構だからさっきから周りの意見気にするね意外とそう、ね、そう昔はねあ、うん、そう,あそう言いくるめられたのそ<う>じゃあもうなんかバイトの仲間ぐるみで付き合わされたみたいな、ね、あ,じゃあ,あんまりこうなんて言うんだろうこう自分的にはそんなあれだったんだね前のメめりな恋じゃなかった、うん、あそうそれ結構続いたんですかですね一年ぐらい続いたのかなそうなんだちょっと差し支えなかったらちょっとなぜお別れになったのか <laughs> なんでだろうでも何回か別れたんですよはい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 。それは全部つむつむからいやお互いへえ。最終的に何だったかなうん。なんかもう無理だねみたいな感じだった気がするほうほうほうじゃあちゃんとまあ一応自然消滅とかじゃなくてちゃんと言って別れたみたいなうん多分へえ面白いじゃあ続いていきますよ続いては初めてのまあちょっと今のと被らないような別のシチュエーションで教えてほしいんですけど初めての失恋うんうん 失恋,失恋こういうのないよあんまりえー、失恋例えば玉砕したとか玉砕ああうんとかもう本当にあのいもう一方的に別れてって言われたとかちょっとショックを受けるみたいな<ー>恋愛でショックを受けるみたいなあったりするのかなと思いまして失恋うんなんか自分からあんまなんか告白するみたいなのがなかったからうんうん,、うんうんうん、まあ女の子特にねそうあんまりね なんか好きな人ができても例えばなんか向こうに告白してもらうようにこう誘導するみたいなもよく聞くじゃないですか<ー>そういうのもないあんまりあでも、うん、身を任せますね <laughs> 言い方よ <laughs> でもなんかあれでしょだからその好きオーラはちょっと出すみたいなうん、うん、でそれで例えば本当にダメだなって言,う言った時の話とかあ,あ,<ー>あとは、まあ、も,もちろん付き合ったら好きになるじゃないですかうん、うん、その時に一方的に別れようって言われたりとか。 でも結構ありますね、うん、自然消滅で自然消滅ってさどういう感じなんですか <laughs> もうお互い連絡取らなくなってってこと <laughs> そう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 なんかもう途絶えるみたいな連絡が <laughs> えそれじゃあもう別に別れようみたいな一切ないってことうう <laughs> うんうんうん、うん、でも自然消滅であもう絶対向こうも別れてると思ってるから <laughs>、うん、例えば次の恋に行こうみたいなことそそうううでもももの恋愛自体がもう<え> <laughs> 月とか短いだからまあまああえてこう別れようって言わなくてもみたいな感じのやつだはあそうなんですねじゃあ別に失恋でショック受けるみたいなことはない別にあんまりうんあああったあったそれを最初から聞いてるんですよ私思い出してもらってはい教えてくださいそうだ年下の 男の子と一回付き合ったことがあって、どのくらい年でした?。一個だけ。まあ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 、まあ、一<う>個ぐらいだよね。でもなんか。うん、その他の女の子と遊んでたりして。うん、あら。そう。ね。うん、別れました。それはでもショックだよね。分かった瞬間っていうか、そ,うそれはなんで分かったの?。 それもバイト先が一緒だった、うん、バイト好きやな <laughs> バイトで付き合うのあじゃあ遊んでた子も同じバイトのことだったそうそうそう思い出したそれで年下無理になったんですよえじゃあちょっとトラウマになってるってことうん、うん、そうそうそううわーでもそれかなり前でしょそうねでもやっぱちょっと嫌なんだうん一個下の人一個下の人 <laughs> <う> <laughs> あえそれはだから別に浮気をしてたとかじゃないんでしょただ遊んでただけでしょうーんまあ多分ねうん、でももうそれが気持ち悪くなるんだう,ーんうんそれでもう嫌だ別れるみたいな,なんかそれも、うん、自然消滅のんかもう、うん、そうですね自然消滅っぽかったです連絡しなくなるんだうんあんま詰めないの詰めないうんああんでみたいなそう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 ああ ますねあまだ浅かったからもうん、いいやってなっちゃったんだで向こうも特に「どうしたの?」って言ってくるはあれでもないしみたいな。うん、はあなるほどちょっと貴重なちょっとつむつむの恋愛トークを <laughs> 聞きましたじゃあ続いてちょっと皆さんも興味あると思いますがやっぱこれ聞きましょう「初めてのエッジ」はい、いつどんな感じのシチュエーションだったかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど。そのの、はい、初めての 恋の人ですあ、なるほどそのバイト先のうん年上の人ねそれはどんな感じでどんな感じ場所はどちらで相手の家あー行ったんですねそれドキドキしなかった最初ってうん確かにそれともやっぱ年上だからちょっとエスコートしてほしいみたいな感じいやお互い初めてだったんで年上の人もはいそんなことあるえなにそれじゃあ教科書買ってきてみたいなことなんか一からはじめはみたいなはははは じゃあなんとなくで始めたんだ二人ともだと思う。えでもさ最初さお互い始めてでさ多分向こう特に緊張しないかな。えだと思います。伝わりましたその感じは。えそう。うん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 。大変だった。え何が何が。えちょ聞きたい。もう入れるまでが何回数重ねましたねかなり。あじゃ一回だけで最初の一回はじゃあ未遂に終わったんだ。そう。へー。 ちょっとい入れれなかったねみたいなこと言ったら、そうね。ほーで何回か二人でまたあまた今回もでようやく入れれるようになったみたいな感じなんだ。うんうん、えなんかめっちゃいい話じゃないですかそれ。えそうなの？えよくないだって二人で一緒に一つのもの作り上げるじゃないけどさ<笑><笑>なかなかでもないよねあんまりお互い初めてど、えー、うして聞いたことはちょっとびっくりしました今の話、えー、いいですね。さあそれではですね続いては初めての 撮影この業界に入って、うん、初めての撮影はどんな感じでした？どうも、ん、えどうもこうもやってみないとわかんないみたいな感じでした。全員やってでもやっぱ緊張する？初めての時の。えわかんない。普通に寝てたと思います。<laughs> すごいね。うん、まつむつむってわりかしこうハートが強いというか、あんまりこうどんとこいみたいな感じでしょ？何でも物事。うん、当時からそうだったんだ。はい。うん。じゃ初めての撮影例えばよく聞くのが。 あの緊張してて覚えてないとかいですけど、うん、全然覚えてるああ<ー>。うん、初撮影の方が覚えてると思います、うん、あそうじゃあもう全然すんなり入れたというか感じだったんですねじゃあ今度はですねデビューして初めてのイベント、うん、まあお客さんと初めて触れ合う時、うん、その時はどんな感じでしたえー、どんな感じその時の方が緊張しない逆にうん緊張しない、うん、あしなかったんだ <laughs> うん だって初めてさファンの方と会うわけじゃん、うん、イベントもさ人来てくれるかなとかあるわけじゃんそういうのも別にそこまで <laughs> うん、うん、まあど,どんとこいみたいな初めてだからわかんないんじゃないですか、うん、あそっかそっかそう経験してからの方が逆にねそうおーでもどうだったなんかその時のイベントのこととか覚えてますどこでやったとかうんとなく覚えてるけどうううんうん、うんもう始まったら終わってたみたいな感じかなお なんすか？それ査定の話じゃないですよね。<laughs> それ。<laughs> イベントの話ね。はい、あそうなんだ。でもちょっとね。あのつむツムファンの方も多分その今日の初めての失恋とか初めてのエッチの話とか多分聞いたことないでしょ。言ったことないでしょ。 うん、あんまりあんまりないですよね、うん、ってことはあんまりってことはどっかで言ってる <laughs> <laughs> まあちょっとリアルな話がね聞けましたんで皆様も、えー、つむつむのことをより分かったんじゃないでしょうかということであかりつむぎちゃんの初めてのこと教えてでしたあかりつむぎのイベラジさあそれでは続いての企画に参りましょうあかりつむぎの徐々にリアクション上げていこう さあつむつむのために企画作りましたよありがとうございますつむつむしかできない企画ですよこれは <laughs> さあつむつむはですねいつも冷静で何事にも動じないことで有名ですよね <laughs> 先ほども言いましたそねそうじゃないですかドンと来いっていう感じではい、あいつもあのイベルトのオンラインの時でもね、うん、トークでもいつも言ってますがいやもう何でも大丈夫ですみたいな感じじゃないですか <laughs> 言ったらね、はい でやっぱりねファンの皆さんもつむつむの言うてもつむつむのこと大好きでそういうつむつむが好きって方ももちろんいっぱいいらっしゃいますけどやっぱちょっとリアクションしたとこもちょっと見たいと思うんですよさすがにね新しい一面というかなのでつむつむなりに今からリアクションを私が設定を出しますのでそれに対してのリアクションをしていただきたいと思いますでそのリアクションのねあったリアクションをして私がどれが一番つむつむはどの設定が一番びっくりするんだろうとか そういういのをちょっと皆さんで一緒にね測っていこうかなと思いますんでよろしくお願いします。はいだから今からちょっと設定だけ言いますんで「うんんどうぞ」って言ったらそれに対してのリアクションをしてくださいね。むずいですよ。<laughs> だから例えばもう言葉決めていいですようんん、はい。何でもいいです。じゃあいきますよ。まず最初、はい、では街中で仲ののいい友達にたまたたまま会った時のリアクションうんん、うん、これな言葉どんな言葉がいいですか おみたいおオだけにしましょうかじゃあおうん、うん、いいですかオだけですよーいでほ本当にリアルにやってくださいねは,ーいはいじゃ行きますよ街中で仲のいい友達にたまたま会った時のリアクションですどうぞお <laughs> お,お <laughs> <laughs> あそんぐらいそんぐらい <laughs> それもう向こう気づかないよね多分 <laughs> 絶対に無理それなんかお え、それ実際にほ本当に仲いいと思うんですよ。あったら声かける。え状況によるな。いやだからお互い一人よ。でまさかみたいなとこよ。えもう面倒くさかったらガムシするか。まあ別に大丈夫だったら仲良くてもあそうなんだ。 ほほって声かけるか今の「王はちなみにどんな感じのテンション的には <laughs> まあんま気付かれなくていいかなぐらい <laughs> <laughs> あでも気付かれなくてもいいかなだけど声が出たってことはちょっとびっくりはしてるってことね、うん、なるほどなるほどじゃあまあこれは弱リアクションかな <laughs> ちょっとね <laughs>、はい、ジャンル分けするとじゃあ続いていきますよ続いては家に帰りドアを開けると彼氏が他の女とベッドに。 その時の時リアクションうんうんうんこれもじゃあなんどういうかっていうねうんまあセリフじゃなくてもいいよ本当に見た時どんな感じのリアクションかっていううん、うんうん、あれなんかいるなから、うん、ガちゃって開けた時ねその時いきますよ、はい、さあそれではいきましょう家に帰りドアを開けると彼氏が他の女とベッドにその時のリアクションですどうぞ本何すったの <laughs> なっつったの。ほう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 って言うんだ。初めて。ほうほうあそれちょっとでも逆に怖いね。へえみたいなことそういうことやってんだみたいな。うん、みたいな納得みたいな。ええそれされたらちょっとやだな怖いな逆に怖い。えじゃあなんか怒るでもなくて。うん。はあもう終わりだみたいな感じ。うんまああんまこう。うん。 ね、血圧上げたくないじゃないですか <laughs>。<laughs> 違ううだからそういう本当に嫌なことがあってもうなるべくちょっともう,、うん、もう冷静にというかあげないように。からね、いやー今んところちょっとずっと落ち着いてますよ。<laughs> じゃあ続いてこれは多分ねさすがのつむつむびっくりすると思う、うん、よくドラマとかであるシーンでございます。たた、うん、たまままま殺人現場を目撃してししてっっ <laughs> これはびっくりしますよ本当にある たまたま夜道で人が刺されてるところとかね、うん、あの目撃者になっちゃった場合、うん、その時のリアクションでございます、うん、いきますよそれではいきましょうどうぞわお <laughs> いやちょ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  <laughs> <laughs> ちょちょちょ,ちょ <laughs> なんですかその岡田さんみたいなリアクション <laughs> わお。<laughs> アメリカンアメリカンなアメリカンな感じでワオって言っちゃうの、うん、絶対捕まるよその後わお <laughs> って言ってたら <laughs> <laughs> すごいね殺人現場見てもワオで終わっちゃうんだなんか逆にバラエティのね <laughs> 番組になりそうですよね急に <laughs> さあじゃあ次はねちょっとね最後リアルな展開家に帰ってきたパターンもう一個なんですけど、うん、家に帰って電気をつけた瞬間に、うん、床に黒い物体がササササササ <laughs> その時のリアクションこれリアルにマジで嫌でしょ、うん もう引っ越したくなるでしょ。うん、うん。その時のリアクションをしていただきたいと思います。うん、いいですか、うん、じゃあ電気をつけた後のリアクションですよ。それでは行きましょう。どうぞマジか。つ <laughs> <laughs> むつむさん、うん、結局それが一番リアクションでかいんですよ。<laughs> 殺人現場の時ですらワオなのに、その時はマジかになるんだ。<laughs> それはなんでですかやっぱりその… 自分に直接降りかかってくることだからですかね。うん、でもあります。なんか今の家に引っ越してから突然出るようになって。マジで？そう。え、じゃあ元々いたのかな？他なんか夏になると多分出るですよ。わ。だからすごすごくって家に入った瞬間いたことあって本当に。うわ。もうその瞬間。 家出てて薬局行っはい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 うわだからその時のり思い出したんだ今でその時が言ったんだ一人でマジかでもまあ冷静だけどちょっとテンションは下がるみたいなあなるほどねさあということでございまして今ね4つやっていただきましたつむつむ的に実際どれが一番リアクションでかかったと思いますかねうん 最後かなゴキブリ,キリ <laughs> これはだから経験があるからということですよね、うん、他のはちょっとねあんまりにもちょっと経験がなかったかもしれませんさあ皆さんいかがだったでしょうか皆さんもですね家に帰ってもし、えー、黒い物体がササササッと動いたらですね一緒にマジかと言ってみましょう、うん、ということで赤リツムギの徐々にリアクション上げていこうでした つのイラジさあということで今月もあっという間にエンディングになりましたさあつむつむもういよいよ本当にラストの終わりの挨拶、はい、ねまさか二回もするとは思いませんでしたけども、うん、どうでございましたかはい、うん、またおまけの一回出るって嬉しかったですでも最高でしたよありがとうございます <laughs> つむつむねやっぱつむつむ来ると現場が楽しくなりますからね <laughs> 何でしょうねあのラジオ始まる前のスタッフさんとの会話が一番盛り上がるっていうます <laughs> だってねいつもなんか本当はだってこのラジオ1時間もやってないのにさ、うん、アイドリングのみんなで喋るのが1時間ぐらいやってますもんね <laughs>、まあ、そのぐらいちょっとねテンション上げてからいつもラジオのね、はいえー、収録に向かってるということでございましたということでですねえー、言ったら、えー、1年間 今回イベントガールとしてイベラジやっていただきました、はい、えいつも聞いてくださってる店内の皆さんに最後メッセージをお願いいたしますはいいつもイベラジ聞いてくれてありがとうございますなんかこの間久しぶりにイベントをやったんですけどはははいいい。うん、その時に結構イベラジ聞いてますみたいな方がすごく多くてはいいはい意外と聞いてくれてるんだと思って <laughs> うんうんうん <laughs> あのー 面白いいいいいい話をいっぱいこれからもしていきたいなと思いますはいありがとうございます <laughs> ということはまた出てくれるってことかなじゃあこれはイベラジにね多分期待しましょう <laughs> さあそしてですね私もこの前っていうかねちょうど昨日ですよ <laughs> 昨日お客さんに言われました <laughs> あ本当ですあイベントであのいつもイベラジ聞いてますって <laughs> 嬉しいですねやっぱね <laughs> はいということで皆さん、えー、イベラジ次回またお会いしたいと思いますそれでは引き続きお買い物をお楽しみくださいお相手は私シャバダバフジト かりつむぎでした。バイバーイ。バイバーイ